アリゴマイのダーツの旅 in the S スタイル。はい、お願いします。前63番だと思う。はい、39番。サンキュー。はい、はい、はい、ありがとうございます。お、009。やったー、9番です。39です。新体アステカ。アステカ打つ。いや、いや、いや、刺さったところを打ちます。B と分かった。もう分かった。とりあえず B 刺して、あとはもう一本はもう紙頼み。目つぶって投げる。何でもいい。目つぶって投げます。なるようになるんですね。そう。じゃあ行きますよ。Go。B。よし、予定通り。上手。じゃあ目つぶって刺します。あ、どうあれ。いい。ギリギリいい。B といいです。県境みたいな。どっちもさ、この黒いとこ刺さってんだよね。すごい上手ですね。神業。アステカ打つんでしょ。 E と C。 あ、G 刺さっちゃったから。あ、まずいね。今日は投げてあげようか。投げてもらっていいですか。刺さったんですけど、私今 E 狙ったんですけど G 刺さったんですよ。あれ、これなんかあの交代システムはなくなったの。なくなったんだ。あ、刺さった。やったじゃん。 B と G、 2回縛りだね。あ、いいや、それでいいんですけど、あの C、 E 狙ったのに G 刺さっちゃったんで。アリモ前のダーツの旅 in インザ S スタイル。お、言えた。花丸です。花丸です。言えましたね。急に行きましたね。なんでなんでできないことをチャレンジしようとするんですか。たまにできるかなと思ってやるんですよ。そしたらできたんです。驚きました。よかった、対応できて。ね、うん、こんなうまくいくと思わなかった。今日はいい日かもしれないですよ。いい日ですよ。いい日、いい日だし、ね、え、もうダメじゃないですか今ので。もうダメじゃないですか。いい日って言おうとしたらいい日になっちゃったね。いい日が2回続きました、ね、ただ今日、はい、朝電車で、まあ、いつも通り来てたんですけど、はい、向かいにね、うん、座って男の結構ガタイの大きい人に座ったんですよ、うん、通路挟んで、はい、そしたら、まあ、くしゃみをしたわけですよ、うん、あ、くしゃみするなってもう分かるじゃん、うん、こうなるから、うん、シュンってやった時に本当ほんのもうコンマ何秒遅れてなんか手がヒヤッてしたの。やだおいおいおい、マジかよと思って。その人こう押さえたんじゃないですか。押さえたけど隙間をバッてくしゅんってやった後になんか顔してたの、自分の手見て。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あーって出しすぎちゃったってこと。いや、なんかあー出ちゃったみたいな顔してて、もうそれと同じぐらいのタイミングで手がヒヤッてして、うわーうわーって思って見たらちっちゃくなんか水分が。いやーもう最悪。え、それってだからこうでしょ、こうやってやってるこのわずかな隙間から漏れた薄いところを引いたんですね。薄い言い方次第だね、それね。まあ、確かに薄いところ引いたけど、まあ、そんなことがありまして。ついてますね。ついた、確かについたんだけど、うん、薄いとこを引ける日ですよ、うん、今日は。そうだよね、じゃあゴッド引けんのかな、うん、あ、そういうことですか、今日僕ゴッド取りました。知ってます。39番で入って。だからそういうことだったんですね。そのツバかけてくれた人にもありがとうの意味も込めて39番引いたんですよね。ありがとうって言わなきゃいけないの俺。いや、こう、おじさんですよ。しかも今回の、いや、今回のクールはありがとうを伝える回ですから。いや、俺伝えたくねえわそんなの。薄いところ引けるっていう暗示ですよ、朝から。確かにね。ダーツの旅応援団長ラバーズ生ののです。マリモさん、ねね、前回なんとか勝てたみたいですね。え、今日もののはこちら銀座 S スタイルさんで実践させていただいたんですが、まあ、店内を見た感じ、まあ、1階だとチカチカ明けイノキトロピカルと南国物語と、2階のバラエティーコーナーがもうお客さんすごいついてたんで良かったと思います。そこで、はい、ねね、前回信頼を打って勝ったみたいですね。今回も
ぜひ信頼を打っていただきたいんですが、今回はアステカ。アステカ知ってますか？アステカプロジェクションマッピングっていうね、プロジェクションマッピングですよ。ねえねえ、わかりますか？プロジェクションマッピング、ぜひ言ってみてください。プロジェクションマッピングです。逆にここは真面目に言いますけど、マリモさん、ぜひねバラエティコーナーにお立ち寄りいただきたいなと。なんだか、まあ、噂によると打ちたい機種が、ずっと打ちたいと思ってた機種があるみたいですよね。そちらの方をぜひ行っていただきたいですが、まあ、履歴も見させていただいたんですが、ここ何日間か良さそうだったんで、そちらの方にぜひ行ってください。お願いします。それでは今日も生意気ですいませんでした。ダッツの旅、応援団長ののでした。バイバイ。はい、VTR 見てみましたが、はい、いろいろおっしゃってましたね、今回もね。はい、はい、まあすごい不純な動機ですよね、いろいろなんか進め方がアステカがこうプロジェクションマッピングだから打てとか、不思議だね。多分店内の状況、プロジェクションマッピングの分かったこと分かってないよ多分。あれ絶対液晶だと思ってるんで、まだあの画面、あれ液晶じゃないの。液晶じゃないの。あ、分かってなかった。分かってないですね。姉妹で分かってなかった。分かってないですよ。プロジェクションマッピングってあれですよね。あの東京駅にやられたやつですよね。東京駅プロジェクションマッピングになってますよね。あれだ。放映されてるんですよね。そう、痛い。待って、今しかも薄いところまた引いた。こうやってやった時にメキって言ったの私の指ですよ。じゃあ俺の方が。今私の指がメキって言いました。そうだからまあ映画のスクリーンみたいなもんですね。そう、なるほど。でもそんな、まあ、進め方をされてますけど、まあ、そのまま素直にアステカ座ってもいいかなと思ったんですが、なんかねこうずっと台見てたの、2階でみんな何を打つかなって。アステカ誰も来なかったんですよ。なのでアステカ、ね、別に後で攻めてもいいかなっていうので、でそれより先にですね、エウレカ2が気になってて、最近ね、そう、いろんな店で再導入されてるんですよまだ。なのでいいかもね。しかもね、前日のデータとかいろいろ見たんですよ、珍しく。そう、大選びしたんだ。そうなんですよ。なんかね、あそこら辺前日めちゃくちゃ強かったっぽいです。じゃあ今日ダメなんじゃない。いや、そんなこと言わないでよ。そんなこと言わないでください。そのままいいかもしれない。ずっといいのに、さらに同じ設定で打ち替え、ね、そう、いや据え置きじゃない、同じのに、あ、打ち替えるのね。そういいのからいいの。難しいこと言い出したな。突然本能で言ってた人が突然なんか理にかなったというか、本能ですよ。難しいこと言うから、本能ですよ。でもまあ昨日がいいから今日はダメって思っちゃったら、もう打つ理由なくなっちゃうじゃないですか、ね、しかも今日ほら休日だから。そうですよ、土日なんて据え置きとかあるかもしれないでしょ、ね、はい、なのでそうしました、はい、で私がですね、バラエティー2回の勧められてまたぶっちぎってしまった。歯で進まって。でも大丈夫です。いや、刺されましたから。いいね。あ、そうね。うん。一応候補ではある。候補にあるんで、俺もアステカ打つかもしれない。お、並んで打ちましょう。アステカを。プロジェクションマッピング堪能しましょう。アステカ並んで打ってる映像を見たい人ってどんだけいんのかな。マリモさんファンの人だったらいます。いや。まあじゃあどうしようもなくなったら、2人ともアステカで並んで打つ感じで。そうですね。そんな感じでいきましょう。その頃にはなんかすげえもうなんか2人ともドヨーンとしちゃってるような気もするけど。そんなことない。私続けて連勝してますから。続けて連勝。そう、前回変な日本語ですね。体のボディみたいなもんですよそれ。体のボディが痛いっていう。ボディがね、下から下乳みたいに見えてるんですよ。やめてくださいそんな。いや、渡せてないって表現おかしいからね。そう言ってたね最近だからね。クオカード私できてないので、今日もう私できないように頑張りたいと思います、はい、この番組は本当結果で感謝を伝える番組ですから。そうですね、そうです。すがすがしい顔を見てね、それを見てもう一回こんな二人の爽やかな笑顔をまた来週も見たいなって思ってくれればね。そうだ、その通りだ。そんな感じでいきましょう、はい、じゃあ、はい、今回もドアツの旅行ってまいります。収録店舗銀座 S スタイルさんは向こうが丘遊園北口から徒歩90秒と駅の超近くにあります。240台設置のスロット専門店さんです。車、バイクでお越しの方のために無料駐車場もあります。遊戯中席を離れる際は
重品を必ず持って離れてね。さあ、ハーデスです、ハーデスです。前日の良くない台ですね。お、ざわついてる。前日結構負けてますね、これね。7000枚で多分これが半分だから、このラインが3000枚以上は負けてますね、多分。お、で朝一ざわついてるんで、まあでも電源のオンオフだけでなっちゃう可能性もね大いにあるんですけど、ざわざわするリセットと同じような挙動にね。まあいい風に考えましょう、リセットされてると思って。今日ね迷いまして、何を打てばいいのか。この B に刺す前から機種構成見てもあんまりこう、やっぱ信頼も最近あの伊勢志摩サミットの影響で信頼入れ替え自粛してる期間ですし、まあ、その前に出た機種もアステカぐらいですかね、まともに台数入ったの。だからね、あんまりないんですよ、打ちたい機種が。で唯一トータルイクリプスっていう機種が最近お気に入りなんですけど、環境のそれはね入ってないんで打てないとなると、ちょっと何打っちゃいいんだろうみたいなねところがありまして、でも結果ここに来てしまったということなんですけど、皆さん何見たいんですかね今動画。でもやっぱなんかね見てるとハーデス凱旋打ってる動画ってやっぱ見られてるなっていう感じがするんですよね。いまだにやっぱみんな好きなんじゃないですかね。てかまああれかな、他にないからそれをよく見るみたいな感じなんですかね。もっとこう突き抜けて面白い機種が出れば、うん、そういうことなのかな。こっちに行くのかもしれないですね、視聴者見る頻度というか。えい、今日ね B なんで打てる機種が今打ってるハーデスと、マドーカマギカ、花火、凱旋、オキドキ、トロピカル、バジリスクだったかな。あと一機種ぐらいありそうな気がするけど、あ、南国物語が打てるみたいですね、1回だと。で2階はバラエティですね、アステカが5台と、あとはいろいろある。ただね、僕のここで打ちたいってずっと言ってた、あ、天国上がってる天国上がってるか、前兆中だ。僕が打ちたいって言ってたスタードライバーがねなくなっちゃったんですよ、撤去されちゃったの。結局この番組で1回も打ってないんですけど、だからあんまねバラエティに対して魅力をねちょっと感じられなくなっているところもあります。なので、このハーデスで1日粘れるようにここで当てましょう。もう さあ LED が光りました。さあ2連、今の下段機ならで当たったとか、
4連当たりました、簡単に当たりました。140ゲームハーデスにしてよかったかもしれない。多分5000円ぐらいです。さあワンワンですけども、早く当たったからいいや。30以上40 50 70、70ゲームでございます。ステージは、あ、一番下だ。15枚はよく取れてるけど何も起こりませんね。たかだか50ゲームぐらいで起こるわけもねえんだけどね。いい時は起こるからね。そう、50スタートがいつの間にか800ゲームぐらいになったりするんだよね。お、ゲーム数なしでハテナナビ。共通1枚でございました。いや、何事もなかったですね。まあ、何事もなく出玉は飲まれてしまいましたが、1回目の当たりが結構順調にというか早めに当たったんで、あれはいいですね。天国に上がって当たったか分かんないけど、天国に上がってじゃないんだったら、通常モードで当たったんだったら偶数設定の期待度上がるんで、それはそれでいいし、モードが上がって当たったんだったら、まあそれもそれでね、高設定の期待度が高まる、若干ですけど高まるんで、まあいいかなと。まあどっちにしろ悪いことじゃないですね。追加投資しなきゃいけないの嫌だけど、まだ打ちます、まだまだ打ちます、きっとこの台を。あ、当たってんじゃん。第一で確か今多分第一で炎出て上段リップ、さあ当たっております。ということは知らず知らずの間に天国上がったってことだ多分。あ、これで当たるかな。あ、ここで当たりそうですね。あ、当たる当たる、やっぱ見間違いじゃなかった。早い、282です。2回目の当たり、いや、いいね。軽いですよ。当たりが軽いとはまさにこのことだ。お、一発目から、お、ドン。あ、上段リッパ。じゃあ50が精一杯です、ね、さあ最低90は約束されております。さあ90で終わりかな、最低で。いけた、いかなかった。ということで早速実戦に移りたいと思います。うわー、めっちゃ懐かしい、すっごい懐かしい。
まあ、でも昨日は2500万ぐらいプラスで終わったのか。でも隣の全コレの人とか私よりいい番号で言ってたんで、そのいい番号でもやっぱり2階から攻める人もやっぱりいらっしゃるってことですよね。免疫種だけがまあいいわけではないっていう。はい、チャンス目。ああ当たるイメージないな、これ。さあ、終わった。あ、いたいた。でもまた、はあ、次、お、頼むよ。はあ、18でなっちゃった。次は何だったんだ。あ、違う、あ、遠藤さん。わあ、攻撃されてる。あー、当たった。逆転、きれい、取れました。当たりました。ということで248ゲームとして9本ですね。ボーナスモードが上がりますように。先ほどあの通常時に第3停止でショートパネルが消灯して、しかもここの100ゲームの数がの奇数だったので、まあ、B 以上ということで、この後上がってくれてるといいですよね。終わりました。1回特殊リップ中段リプレー一番役なんか引ければ。あー、演出がない。さあ2連で当たる。うわー、当たってんのかこれ。冷やかしかな、ただの。2連で当たれば高設定期待度アップですよ。ダメか。しかしすごいタイミングで巨大化が出たね。宝石2連の後に煽りの巨大化。また？よく引くね。何？なんすか？なんすか？楽しいですね。今日のハーデス。
2連で当たったのかな。2連で当たったんだったらいいよね。さっきの特殊リップで当たったわけではないと思うけど、そもそも特殊リップって抽選してんのかな、普通に AT 多分してないと思うな。一番下からばっかりですね。なのに、うん、あー赤まで行った、あーレインボー行った、ザクテから当たったんですか、ザクテから当たったの、うん、いいじゃんいいじゃん、はい、あ、やっと当たったということで、451ゲームかなり通していっちゃいましたけど、でも弱点で当たりました。もうちょっと頑張ってみよう。ナビやりますからね。もう超えたんだよな本当に。頑張ろう。真ん中。右。ああ。真ん中。ダメじゃんか。真ん中だね。2個しか合ってない、あ、分かんないよ、まだ分かんないよ、このまま消えた、じゃないこれ、熱いやつだよね、ちょっとじっくり見よう、よかった
旅ご苦労。愛を大切にしていこう、みんなの幸せ育むさい、触れ合い育む銀座さ。これであとはゴッド、ヒクナリ、まあ、ハーデスとかでたくさん乗せるなりすれば、勝手にあとはもう自動的に勝ってると思います。これ当たった。待って待って、これはさっきのレイアップで当たっただけだよね。違う、ついにフリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。